はい、どうも、ホソピーです。さあ、今日はですね、もう朝からね、まあ、ほぼ徹夜みたいな感じで、アップルイベントね、追いかけたりね、情報をまとめたりしててね、私個人もね、まあ、ちょっと疲れているんですけれども、まあ、情報を取ってるね、皆さん、この動画を見てる皆さんもですね、今日はもう一日ね、アップルの情報を結構事細かに取っていて、疲れてるでしょうというところで、まあ、アップルイベントのね、アフタートークっていう形で、ちょっと緩くね、語らせてください。一部ね、ちょっとね、速報的な感じで、まあ、情報を取ってまとめきれてないところもあるんですけれども、まあ、私が気になったポイントとかね、まあ、実際に何購入するのかっていうところをね、まあ、ふわっと話をさせてくださいということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでですね、皆さんアップルイベントね、本当にお疲れ様でした。まあ夜中にね、まあオンタイムで見られてる方も、朝ねちょっとだけ早く起きてね、情報を取った方もまあいると思うんですけれども、いずれにしてもですね、まあがっかりした方もいるかもしれないしね、ちょっとリークと違うじゃねえかというね、まあそういうねコメントもいただいたりとかもありつつ、まあそんなもんですよっていうまあ開き直ってるだけなんですけれども、だって私何も知らないですからね、実際に工場見に行ってるわけでもないし、現地に行ってるわけでもないので、まあ、海外の情報を翻訳して出したりとか、その程度っていうところなので、まあ、あくまでもリークってそういうものなんですよっていうところを、まあ、ちょっと言い訳っぽくね、聞こえてしまうかもしれないですけれども、そういうふうに、まあ、楽しんでいただけるといいのかなというところです。ただまあ、大まかにはね、合ってたというか、まあ、iPhone 13という名前合ってたし、まあ、13と13ミニと、プロとプロマックス、この4種類が出るっていうのも合ってたしね。まあまあ、それぐらいでいいんじゃないのっていうところでね、指紋認証実際なかった人がね、まあこういう風に大まかに、まあ合ってると、まあリークがだってね、リーク情報通りだったらね、つまらないっていうしね、リーク情報外すとね、外れてるじゃねえかっていう風に、まあ結局は見てる側の人の都合のいいように撮ってしまうというところがあるので、まあ楽しんでね、自分もその予想する側に回ってね、こんなん出たらいいなとか、こういう機能に期待しようよとかっていうところで、今後もね、見ていただけるといいのかなというふうにね、思います。で、まあ、アフタートークというところで、アップルイベントね、オンタイムで見たのね、久しぶりだったんですけども、まあ、楽しいよね。普通に楽しいと思いますけれどもね、まあ、予想通りね、出てくるものもあったりとかね、いきなり始まってさ、iPad っていうところから始まったじゃないですか。iPad 第9世代ね。で、まあ、ちょっと前に Twitter かなんかで言ったのかな、品薄になってて、納期までがなんか3週間、4週間、6週間ぐらいになってたのかな。そういうふうになってたから、まあ、今回ね、ワンチャン来るんじゃないかって言ったら、いきなり最初に来てさ、びっくりして、でその次にまあそろそろ iPhone 行くのかなと思ったら、iPad mini って言い始めて、うわマジかよというところで、 iPad mini 正直、まあ、10月とかに来ればいい方かな、11月ぐらいになるんじゃないかなとかってね、いつかはね出るんじゃないかなみたいな予想はあったけれども、まさかね今回来るって思って、ちょっと一番サプライズ的なもので、なおかつスペックもめっちゃ良かったんで、今回ね、まあ、iPad mini っていうところでもう界隈でかなり盛り上がってますけれども、まあ私も注文しましたけれどもね、ちゃっかり注文してるっていう、よかった夜中起きててと思いましたけれども、注文しました。 iPad mini はしっかりねレビューしていこうかなと思います。でこのね iPad mini が性能が、まあ、A15 チップということで、今回のね iPhone 13シリーズに搭載されるチップと同じものをね、搭載してくるというところと、この前の動画でも速報的に出してますけれども、 iPad Air 4をですねちょっと小さくしたようなね 8.3 インチっていうサイズにしただけみたいなね、で指紋認証が搭載しているんですよ。トップボタンに指紋認証を搭載しているっていうね。まあ、これはね、もう紙機でしょうと。もう紙機確定、バカ売れ確定ということで、まあ、朝になってもう、Apple Store見てみたらね、納期が、まあ、発売日にもう全然ゲットできないような状況にまで、まあ、遅れているということなので、おそらく、これはめちゃくちゃ大人気機種になるっていうところは、まあ、間違いないでしょうということです。で、私、専用機でも一応ね、まあ、購入しておりますので、まあ、このチャンネルで iPad mini、まあ iPad mini とね、まあ例えばこのミニミニコンビのね、12 mini とか、こういう運用の仕方っていうのも面白いんじゃないかなと思うので、まあそういったところも提案できるようにですね、しっかりとレビューはしていこうかなと思ってます。まあミニミニコンビは結構いいと思います。まあ12 mini で我慢しつつ、iPad mini の第6世代、まあこれを買って満足度を上げていくっていう組み合わせね。で、12 mini もはしっかりと値下げされて、今回継続販売になりましたからね。まあこれについて
についてもちょっといろいろ言われたんですけれども、まあ、予想していたものと外れてしまって、まあ、申し訳ないかなというところなんですが、まあ、普通に考えるとね、今までの前例を考えてくると、ノーマルの標準モデルのものだけは継続販売になって、それ以外のまあ派生商品っていうのかな、まあ、プロとかプロマックスとか、まあ、今回ミニっていうのはね、12から出てきたので、まあ、予想はしづらかったけれども、まあ、そういったものは基本的には販売がなくなるっていうね、こういう流れだったので、その通りまた行くのかなと思ったら、12と12ミニがね、なんと継続販売というところで、これに関してはまんまと予想は外してしまいましたというところです。はい。ということで、まあ、ミニミニコンビで運用していくっていうところで、今からね、まあ、ちょっとこれをお見せした方がいいかな。12シリーズの値下げ情報ということで、ブログ記事にもまとめているんですけれども、こちらご覧ください。iPhone 12シリーズの値下げ後の新価格ということで、12ミニに関してはですね、まあ、64GB、128GB、256ということで、3モデル、すべてがね、継続販売になっております。まあ、生産終了っていうふうに言われてるんで、なんでこれ全部の容量がね、普通通り売られるんだろうというのがちょっと不思議なんですけれども、まあ、相当在庫あるのか、生産終了っていうのがまあ嘘だったのかというところなんですけれども、生産終了の嘘っていうのもちょっと信じがたいけどね、結構確かな筋からの情報だとは思うんで、ただ、アップルがね、正式に生産終了しましたっていうふうに発表したわけではないところを考えると、まあ、そういうことなのかなというところです。で、12ミニに関しては、64GB モデルは 12,480円ということで、結構がっつり値引きしてきましたね。で、まあ、多くの方が一番買われるモデルは 128GB かなと思うんですけれども、これが 11,980円の値引きということで、75,800円という金額なので、まあ、これ結構ね、お買い求めやすくなったなと。まあ、微妙な金額つけてくるなっていうふうに皆さん思うと思います。これぐらいの金額だとね。まあ、256はね、まあ、元々が高いんで、しっかりと10万円は、まあ、元々99,800円だったところから、まあ、87,800円か。まあ、これぐらいの金額になっているということです。で、12に関しては、値引き額はちょっとね、少ないね。7580円とか7000円台の値引きなので、まあ、これぐらいの値引き金額を見てしまうと、これは13の方がいいんではないかなってちょっと考えてしまうんですけれどもね。で、同じ容量で比べてみると、例えば12ミニって値引きされて 75,800 円っていう金額じゃないですか。で、これね、13シリーズいくらなのっていうと、まあ、86,800 円なんですよね。13シリーズは 128GB からの容量ね、スタートとなってますので、まあ、11,000円高いと。11,000円多く出して13ミニを買うのか、11,000円安い12ミニを買うのか、これ結構ね、究極の選択かなと思うんで、まあ、このあたりはまた別の動画でいろいろがっつりね、検証していこうかなとは思うんですけれども、パッと見11,000円差だったら、バッテリーのね、今回 1.5 時間っていう風に発表は出てたんですけれども、ビデオ再生最大時間だと2時間の差ついてるんですよ。iPhone 12 ミニって、ビデオ再生最大時間って15時間だったんですよね。で、それが13ミニだと17時間っていう風に、公式ページにもうすでに出てます。2時間のビデオ再生最大時間がアップしてるんですよ。バッテリー持ちって私そのビデオ再生最大時間が、まあ、何時間なのかっていうところでなんとなく判断してるんですけれども、これね、16時間っていうのが iPhone XR。まあ、今 iPhone XR ね、使われてる方いるかもしれないんですけども、iPhone XR が16時間で、17時間になってくると、iPhone 12がね、確か17時間かな。そこと同じバッテリー持ちに並んできたっていうことなんですよね。iPhone 13 mini が。まあ、このボディとね、まあ、ほとんど同じなんですけれども、7g ね、重くなって 140g で、ちょっと厚みもね、0.25mm ぐらいだったかな。それぐらいだと多分持った時にほとんどね、感じないレベルだと思うんですけれども、まあ、13ミニに関しては、一番ね、12シリーズからその重量アップというところは少ない。7g のアップで、バッテリー持ちはね、公式だとまあ 1.5 時間というところで、ビデオ再生最大時間だと2時間のアップと、こういう風になってますので、11,000円多く出して、12ミニではなくて13ミニに行くと。まあ、こういう考え方もありなんじゃないかなとはね、思ったりもしております。で、まあ、13とか13 Pro とか、まあ、この辺のね、まあ、研究は、まあ、また別の動画でやっていかないと、この動画ね、永遠長くなっちゃうんで、まあ、私としては今年はおそらくね、Pro Max ではなく、13 Pro をメイン機種に、据えるのではないかなというところが、今のところの、私のね、我が家のね、家族会議の結果、まあ、こんな感じになってます。うちの妻がね、
13 Pro Max を使おうかなと。で、今年はですね、まあ、プロマックスを、まあ、夫婦でね、両方とも使ってたんですけれども、同じ機種かぶりちょっとやめないっていうね、そういう縛りというかやって、で、じゃあ、プロマックス行くんだったら、じゃあ、私はプロかなというふうにね、するような、まあ、話し合いになりつつあるというところで、まあ、我が家ルールでね、まあ、その方がなんかいろいろとね、こう、使い分けて、家族で使い分けて、それぞれのね、使い勝手をこう聞いてみるっていうのも、なんか面白いなというところで、あえてこういう感じでやろうかな、なんてちょっと思ってます。ということで、まあ、13シリーズは、まあ、買いなのかどうかって言ったらね、やっぱりバッテリー持ちの驚異的な伸びっていうところ、ここが今回の大きな注目点というところで、バッテリー持ちのところね、結構ね、しっかりとプレゼンしてましたので、まあ、海外ではやっぱりバッテリー持ちのアップというところはユーザーのね、気にするところの一つというところで、結構ね、ネットニュースとかでね、見たことあるので、そこをね、まあ、アップルは重視してきたのかなというところですかね。まあ、指紋認証とかもね、日本ほどですね、まあ、注目してないというか、海外だとね、結構まあ早くもマスク外し始めちゃってるっていうところもあったりするので、まあ、そこまでね、指紋認証命というね、状態ではないっぽいんですけれどもね。というところで、まあ、iPhone 13シリーズはまあこれからいろいろとまあ検証していこうかなとは思っています。で、今回ね、 Apple Watch ですよ。 Apple Watch がね、まあ、最もちょっと寒かったというか、あれ、自分の中でもめちゃくちゃ記憶がないという、 Apple Watch ってそういえばなんか言ってたよなぐらいな記憶にしかなくって、しかも今回発売日が決まってないんですよね。とりあえずまあ、生産上の問題とか、まあ、そういったものがクリアになったとかっていう事前情報も出てたんですけれども、実際は多分クリアになってないのかな。あとはまあ、デザインもね、変わんなかったし、まあ、このリーク情報の中で一番ちょっと残念だったのは、まあ、見た目変わんないよと。そうなると、私直前にシリーズ6買ってたんで、まあ、これでも別に良くないっていうような状況に今ちょっとなってます。はい、というところで、まあ、発表されたね、ものいくつかありましたけれども、まあ、iPad 第9世代、これもまあタイミング的に、合う方であれば買いだろうし、 iPad mini、 これはまあ間違いなく買いで、 iPhone 13シリーズは私は全てね、買いだと思ってるし、まあ、Apple Watch シリーズ7、これだけは正直見送ってもいいかなっていうような、まあ、今回のね、発表の中ではまあこんなようなイメージ持ったかなというところですかね。細Pチャンネル、はい、ということで、だらだらと今日はですね、ちょっとアフタートークというところで、まあ途中ね、ちょっと価格表とかも出しつつ話をさせてもらいましたけれども、まあこんな感想を持ったかなというところですね。まあ皆さんもですね、オンタイムでね、見られた方ももう一回今一度ですね、プレゼンね、アップルの発表会見ると、日本語字幕が入ったりして結構ね、見やすくなったりしております。で、その中でどういうふうにティム・クックさんがね、表現していたのかとか、まあ日本語和訳になっちゃうとちょっと違うところもあるかもしれないけれども、それをね、今一度楽しんでみるっていうのも、まあ、結構おすすめです。私は、まあ、オンタイムで見てないときはね、日本語字幕を出して、見るという風にして楽しんでいたりとか、あとはね、途中で出てくるね、iPhone のこうレンダリング画像みたいなのをちょっとスクショして、まあ、楽しんだりとか、まあ、そういうのもやってますので、まあ、皆さんもですね、まあ、買う人はね、しっかりとスペックを分析してっていうか、まあ、半分以上ね、まあ、ノリで言っちゃっていいんじゃないかなとは思うんですけれどもね、細かく分析してきて もう12と13の違いもよくわかんないし、金額差がね、1万1000円あるとかないとかっていうのはあるけれども、まあ、基本的にはね、ガジェット製品最新のものを使って長く使うっていうのがね、いいのかなと思うんですけれどもね、結局1年後2年後にはまた古くなって新しい新製品がどんどん出てきちゃって、まあ、目移りしちゃいますから、買いたいとか今これ使いたいなっていうところのノリで乗っかっちゃうっていうのも一つだなと思います。では、まあ、ワクワクするものを買うのがいいですよ。誰かがいいとか、悪いとかっていうよりもね、なんかもう Apple 製品というとね、まあ、今回の iPad mini みたいにね、ちっちゃくて高性能なものが出てくるとね、ユーザーはみんなワクワクするんですよね。結構ね、そこ共通点かなと思うんで、まあどれか一つね、超絶おすすめしろって言われたら、今回やっぱり iPad mini 6かなというふうに思います。ということで、アフタートークね、締めくくらせていただきたいと思います。ということで、今日の動画ね、役に立った、面白かったと思ってくれた方は、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。